皆さんこんにちは。今日から仮面ライダーゴッチャードの第1話が始まりました。このビデオでは来週日曜日に放送される仮面ライダーゴッチャードの第2話のストーリーについて説明します。このビデオを最後まで見てください。エピソード2のタイトルはチェース錬金術スケートボードです。そしてその後ゴッチャードはスケートボードマルガムと戦うための手段としてゴールドダッシュを手に入れることになる。そしてバルバードの正体である謎の男スパナクロガネも登場。それとは別にゴッチャードの他の形態も存在する可能性があります。担任教師のはずだったミナトに連れられ、大太郎が足を踏み入れたのは錬金アカデミーの教室。大太郎はケミーのことをもっと知りたいという一心で錬金アカデミーへの入学を希望する。そんな彼にミナトから入学試験が課される。輪廻曰く合格するのは絶対無理、それには指輪の力が必要なようで。一方街では再びスケボーのケミーが出現。しかしなぜか怪物になってしまう。大太郎は仮面ライダーの力で、輪廻は錬金術で再びケミーを救うことができるのか、何より大事な入学試験は無事に通過できるのか。ということで来週日曜から放送の仮面ライダーゴッチャード第2話の感想です。2023年9月10日日曜日、どう思いますか？